大将です。今日2月5日なんですけど、2月4日の広島市の広島県の予算の方がもう決まったんで、時短休業要請がまあ再延長という形でまた伸びるっていう報告です。1回目が去年のね12月17日から1月3日ま で、次が1月4日から1月17日ですね。で次1月18日から2月7日、まあ今このここの状況ですね。でまあ昨日決まったのが2月8日から2月21日までまた延長しますっていう、まあ、昨日決まりましたよっていう。でまあ協力金なんですけど、時間短縮の場合がちょっと緩和されて、酒が、ね、20時まで、閉店が21時っていう、まあ、1時間伸びました。で28万円で1日あたり、まあほとんどのお店は収録営業なんで、まあ、12日ですね。まあ28万を12日で割ると、まあ、1日にあたりもらえるのが 23,333 円。まあ、これがねさすがにちょっと生活はできないんで、まあもう開けるしかないかなっていう感じですね。でこの下書いてあるのは、まあうちはね、土日休みなんで2週間なんですけど、実質営業してるのは10日なんで1日あたり 28,000 円ですね。まあ、まあ微妙な感じですけど。で休業の場合が38万円、一般のお店が1日あたり12日営業で 31,666 円ですね。ちょっと増えましたけどね。まあちょっとこれじゃ経費厳しいかなっていう感じですね。でうちはまあ10日営業なんで38,000円ですね、1日。まあまあ悪くないよねっていう感じですけど、他のお店に比べたらですね、っていう感じで、まあこの辺時間も伸びたし、まあ一般のお店 31,666 円、まあ小さい店はねこれでこれもらえれば、一人でやってるお店とかはもうそもそもの売り上げが1日3万ぐらいしか多分ないんで、まあ、これで足りるでしょうっていう。なんですけども、バイトを1人でも使ってるお店だと、まあ、これぐらいじゃ厳しいんで、時間短縮で営業して、まあ、これプラスちょっと売り上げを上げようっていう感じになると思うんで、まあ、半分以上は開けるんじゃないかなっていう感じだと思います。まあ、現時点でもね結構お店は8時までなんですけど、もうね結構空いてますよね。この間横川行ったら、横川はまあ半分以上ぐらいは普通に営業してたんで、8時までは。なんでまああんまりねこのお金ももらえないんで、半分以上はまあ広島だとまあ開けるんじゃないかなと思います。この協力金でねよく言われるのが、まあ、もうなんで飲食店ばっかり年俸もらってるんだろうとかってよく言われますけどね。まあ1日ね4万円ぐらいもらえばプラスになる、店開けるよりよっぽどいいっていうお店もあるし、僕自身はねもうこういうのを配るのは、まあ、反対なんですけど、もう普通にもう閉めればいいんじゃないかなって思いますけどね。このお金をあげるというよりは、僕はもう、ちょっと融資してあげるぐらいとかでやっていく方がいいんじゃないかなって思ってます。もうそもそもこれもらわないと潰れるぐらいのお店だったら、もうでもらったところでいつか潰れるんで、売り上げがねあんまりないっていうことは、もうそもそもがその人のやっぱ経営が下手っていうのもあるし、あとは
まあ、飲食店とかがね多すぎるっていうのがあるんですね。もう今から日本の人口がどんどん減ってくるんで、今までの店の店舗の数ではねちょっと難しいと思うんですよね僕は。なのでねもう潰れるときはね、潰れるべきお店はね潰れていって、体力があるとかちゃんと経営してるお店が生き残るべきなんじゃないかなっていうのがまあ僕の意見なんですけど、まあねこう国とかの県とかの考えっていうのは、まあ、多分ですけど飲食業ってねほとんど儲かってないお店が多いと思うんですよね。なので、ここで、まあ、100万200万円渡して生き延びてもらった方が、もうこの辺で潰れてしまうともう年な人も結構いるんで、もう生活保護とかになって一生毎年ね、もうそこの自治体がとか、国が払う生活保護費とかがやっぱり増えてくるっていうのが嫌なんで、まあ個人事業主って全然お金持ってないんで、まあ、なんとか救っていかないと、生活保護とかになるとね延々にもうその150万200万円っていうのを払い続けていかないといけないんで、まあ、なのでこうなっているっていうのも、どうにかまあ業者を救っていこうっていうのはあると思いますけど、ね、まあとりあえずまあ2月21日にはねさすがに再開すると思うんですけど、まあ結局ねお客さんは 100% は戻ってこないと思うんで、どっちにしても体力がないところは潰れていくかもなっていう、まあ今年はそういう感じですね。あとねこれ全部収入になるんかなって思ってる人もいると思うんですけど、協力金っていうのはあの課税対象なんでこれ所得になるんですよ。なので、飲食店もね去年から今年にかけて結構なお金が出てるんですけど、結局余ってるお店は課税されるんで、まあ、2、3割ぐらいはねやっぱり国に帰るような形になってると思うんで、まあ、全部もらってるわけじゃないですよっていう、まあ、その話ですっていう感じで、あ、ちょっと言うの忘れてましたけど、うちはもう21まで休むっていうことで決定しましたんで、また再開する時があったら報告します。まあ、22に再開できればなっていう感じです。っていう感じでした。また何か報告ありましたら、動画出しますので見てください。じゃあまた次回。バイバイ。